どうも、レモンでございます。2024年、J リーグ開幕節のみですけども、勝敗予想ということでね、やっていってるんですけども、今回はどこでしょうか。J2、 いよいよ来ましたね。 J2 まで、 J2 までやんのどれだけよ、マジで。この世界中の YouTuber、 サッカー系 YouTuber いるけど、 J2 まで掘り下げるのと俺だけやからね、マジで。いや、感謝してね、自分のほんまに、マジで。まあそんな感じでね、J2、もう20チームですか。ですから10試合ですね。きついな、マジできついな。まあでも自分のためにやるわ。今回ですね、まずは、水戸ホーリーホック、VS いわき FC と。これまた微妙なカードですな。やばいよね。やばいぐらい微妙だよね。はい、ではですね、その、両チームの移籍関係をちょっと調べていきましょうか。水戸といわき、マジでこれ、トトの対象とかになってないよね。こんなんなってたらシャレならんよ、マジで。わかるわけねえじゃんっていうね。J2 移籍情報、はい、出ました。まず水戸からいきましょうか。現段階ですかね。インは、特にあれか、目新しい選手はいないね。で、アウトがダビナス・ジェファーソン。これ、タイに行ったんですね。これ、どこだったっけ？フィリピンがどっかの代表だよね。インはでも大学生とかばっかやな。やばいね。まあ、しょうがないんだけど、金ないから。そうなっちゃうよね。知ってる選手いないもんね。やばいね。まあ、高田が確かあれか。ヴェルディにレンタルされたけど、全然使い物にならなくて、今度は、リトニックと。で、これ、アウトが結構やばいよね。ジェファーソンそうだし、ナルセが名古屋帰って、で、山口ルイが抜けたでしょ。で、あとは誰かな。あ、武田が浦和か。で、ブアニカがジェフに変えると。ブアニカでもジェフに変えてからもう一回どっか行ったんだよね。で、エーナガがフロントアレバック。で、松田が、京都さんが。いやー、視力やっぱ全部抜かれたね。ものの見事に。はい。っていう感じなんでね。俺はもう今シーズン、降格候補に挙げてるんで、水戸ホーリーホックが。多分落ちるんじゃないかなと思うんですけど。じゃ、きついよね。こっからどんな系補強したって、もう補強する金もないしさ、そもそも。もう学生を育成するしかないチームなんでね、ちょっと厳しいよね。それと、他で言うと、いわきか。いわきどうでしょうか、見てみましょうか。いわきもやばそうだな。いわき監督誰だっけ。あ、あいつか。あの、川崎から行ったやつか。いわき結構でも渋い補強してんじゃん。あ、ブアニカ、いわき行ったんよね。西川も監督したんね。ボスから。で、あとは、韓国人が何かちらほら。あ、セレッソの大迫行ったんよ。まあ、大した補強はしてないけど、水戸に比べたらマシかなっていう感じはするよね。で、出て行ったのが、やっぱり出ていくのは痛いか。やっぱ家泉行かれたね、コンサドーレに。で、有田がモンテディオ。もうちょっと行くかなと思ったけど、モンテディオなんですね。で、エンド・ガルベルス変えると。宮本も変えると。なかなかっすね。なかなかのなかなかっすね。これは、結構両チームともやっぱり出ていったのは痛いな。っていう感じですけどね。まあ、そうね。これ微妙やな、カードとしては。いきなりから。まあ、いわきもね、田村監督が2年目。で、水戸も監督名、浜崎かな、あれも2年目。なんですけど、難しいな。遠藤はね、遠藤じゃないわ。浜崎か。浜崎は確かね、プロ経験ない素人の監督なんですね。素人というか、アマチュアのね、高校サッカーとやったんだよな。田村はちょっとわからんな。まあ、でもそんなそこまで、田村はでもプロキャリアはあると思うね。
で、いわきのことを過去に数年引いてたことがあって、で、SQ ライセンス取得のために一旦離れたのかな、確か。なんで、あの、難しいな。でも、勢い的にはいわきでしょ、これ。これ、水戸のホームだと思うんですけど、いきなり。あって引き分けじゃない？いわきが普通に勝つんじゃない？ちょっと水戸、戦力いないよね。いないっていうか、未知数すぎるよね。ほぼ覚醒よ。ほぼ。まだ高校サッカー上がりの監督やから、まあそういう選手をね、伸ばせるっていうところはあるかもしれないけど、難しいなぁ。いやでも今季もセンターバック2枚抜かれてるからね。まあ言うて今ミートも抜かれてるけど、これは難しいなぁ。なんとも言えんな。で考えたらホームでミートが普通に勝つかな、初戦ぐらいは。っていう感じもするけど、まあ、引き分けもワンチャンあるかな。いやーこれマジでわからん。こんなカード来られても困るよね。これマジでやばいよ。マジだよこのカード。今けども最終ラインごそっと抜けてるからな。まあ、水戸も抜かれてんやけどね。抜かれたもん同士っていう感じで。でも最初ぐらい水戸が勝つかな。なんだかんだ。だから水戸の勝ちもしくは引き分けというところじゃないですか。いきなりいわきアウェーで勝たんでしょ。いわきはまだまだ全然ね。あそこでも前のスポンサーが強いやったっけ、アンダーアーマーやったっけ、アンダーアーマージャパンやったっけ。その割にはあんま補強がいまいちだよね。っていう感じで、まあとりあえずな、水戸のねホームの勝ちもしくは引き分けと、まあ、開幕戦ですからねっていう感じにしておきましょうか。これはさすがにむちゃくちゃ難しい。地味すぎる。